皆さんこんにちは、ペストでございます。ケンシンさんが覇王の行くですね、96回目になります。続きやってまいりたいと思います。ごめんなさい、ちょっとね録画が回ってなくてね、まあ録終わった後に、ここから、勝家さん呼び寄せただけなんですけどね。で次は、こっちからこの2人を呼び寄せます。OK かな。で訓練田原さん、これで100になるかな。 OK。 あとは温泉さん、これやっといてもらおうか。ああそうか、温泉さん動けないんだわ。関さんね、焼け石に水焼けで一応上がるでしょう。OK ね。でまあ大宮をここからまあ直接大和でもいいんですけどね、どっちの方が行きやすいかなっていう頃合いですね。であと誰を生かすか。まあ久秀さん頭で、この辺ね采配低いんですよね。斎藤さんでもいいけどね。斎藤さんはでもこっちやな。ひも城の方に行かせたいね。8、13、16、まあまあ削れとかおるんで、京都はねもう間違いなく謙信さんで突っ込みたいと思ってるんで、七尾城、動けないね。飛騨、ダメやね。同じような顔やから間違いそうなるけど、小野寺さんとこっちやってもらおう。でも農業やな、これは。できるだけ400に近い。373ね。人のせいにするわけじゃないんですけどね、しゃべりすぎててね、最近めっちゃね喉引っかかってね、ごめんなさい。ちょっとお聞き苦しいところがね、多々あるかと思うんですけどね。自分で直位置でね好きでやってるんでね。米沢もあれやっとかないといかんかったんやけど。
学力上がらんのよね、これやっとかないと。くのへさん、くね、あ、せえね。
萌沢商業しかできんからね。もう200超えてからになります。よいしょ。200超えるのか。あ、超えるね。持場さんもここでの訓練会になっちゃうでしょう。
カズマさんの御用や。
で、もう行きましょう。で、どっち狭城でしたっけ、間違えてた、また突っ込んでください。次回はちょっとこちらのカラジロをね、狙ってうまくいけばね解放できるかと思うんでね、回復しおるんですけどね、このカラジロちょっと狙ってやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。